この女は硬すぎて無理だろう、絶対落とせないだろうと思われそうな、そんな女性たちを対象とした。音楽以外の空いている時間はそんな女性を探した。もちろん無視されることも多々あった。無下にあしらわれることなど数えきれないほどあった。学徒をそんな無下に扱うなんて、今ならそういう人もいるのだろうが、あまりのひどい扱われ方に笑ってしまうような場面もたくさんあった。だがどんなことがあっても心は折れない。ストリートで音楽をやるようなものだと捉えていた。もしストリートで歌えば簡単には人は立ち止まってはくれない。通り過ぎられても当たり前、無視されたり文句を言われることも罵声を浴びることさえあるだろう。だがそんなことでいちいち傷ついては何もできない。そんな小さなことで歌をやめるということは、音楽で成功するという夢を諦めるということと同義だからだ。